カニの兄さん兄弟を破壊できなかったら僕の勝ち、破壊できたら君の勝ちだ。ごきげんよう、トッポドです。今回はティアダーンやっていこうと思います。まあ、前回はね、飛行機を真っ二つにして破壊したんだけどね、今回はハギーワギーの破壊活動を頑張っていきたいと思います。ハギーワギーの顔が生えてきてるね。うわ、作り込まれてるよ。で、今回いろんな乗り物があるんでね、じゃあ乗り物でハギーワギーを破壊できるのか試してみたいと思います。じゃあまずはこれ、さあ行くぞー。うおー、よいしょ、硬い。何、車の方が砕けた。まさかのハギーワギー、めちゃくちゃ耐久力あるね。手怖いなー。じゃあちょっと乗り捨てて、あ、落ちちゃったね。なんだ、あ、爆発しちゃった。まあいいや、じゃあ次はね、じゃあこのブルドーザーにしてみようかな。うわー、やっぱブルドーザーごついねー。しっかりでもこのところもね、動かせるね。よし。さあ、壊せるかな？行くぞ、ハギワギー。うおー。さあ、この位置から、よいしょ。おー、やったー。目がえぐれちゃったね。よーし。まずは、ハギワギーの顔、破壊することに成功しました。オッケー。ちょっと悲しい姿になっちゃったね。それでもにっこりな顔だね。ハギーワギーやっぱすごいな。じゃあ次はハギーワギー3兄弟に挑んでみたいと思います。さあ、じゃあね、この辺の車にしていこうかな。まずはよし、じゃあこれタクシーっぽい、これね。今回じゃあこっちからね、突っ込んでやってみよう。さあ行くぞー、破壊できるかな。うおー、よいしょー。おー、わー、やったー。まずは2体倒すことに成功しましたー。あー、ハギーワギー、こっちの方はもう砕けちゃったね。さあ、残り1体だねー。いやー、でも破壊って癖になるなー。じゃあ次はね、これにしてみようかな。まあ、さっきより大きい分、攻撃力はありそうだよね。さあ、行くぞー。残り1体。うおー、よいしょー。せっ、なにー。うわー。残り1体、手強いぞ。めちゃくちゃ硬かった、なんか。あ、でもちょっと、太ももの部分、ダメージ入ってるね。よし。まあ、少しずつ削っていこう。じゃあ次はね、これにしていこうか。これトラックのね、頭の部分。さあ、行くぞー。うおー、よいしょー。うおー。うわー。ちょっと手の方砕けたよ。よし。でもこう、最後の一体めちゃくちゃ硬くないか？こいつが一番強かったのか。じゃあ次はパトカーで行こう。よし、なんとかハギーワギーを捕らえていきたいね。まずは、よいしょ。さあ、こっから勢いつけて、行ってきます。うおー、ハギーワギー。よいしょー、うわー。なんだこのハギーワギー。一体だけめちゃくちゃ硬く作り込まれてんだけど。こうなったら、戦車使ってやっていきたいと思います。ごついなぁ。一応これは、撃てるね。撃ちながら突っ込んでみるか。行くぞ、ハギワギ。戦車を食らえ。よいしょー。どうだこれ。まだ。この位置から弾を発射できないか。真上には発射できないね。うわー、爆発しまくりー。あ、完全に動かなくなっちゃったか。さあ、今のでどうなったかな。あ、片目えぐれたね。
よし、少しずつだけど削れていってるね。なんとか完全に破壊していきたい。じゃあ次はトラックで行こう。この大型ならこれ威力やばそうじゃない？あ、少し削れちゃった。さあこっから行くぞ。今までいろんなゲームでいろんな破壊をしてきた。今回もなんとか完璧に破壊していきたい。よいしょー、硬い。戦闘力に差がありすぎる。ショベルカーで行こう。このね、アームをうまく使って破壊していきたいね。さあ、行くぞー。いや、めちゃくちゃ呪いな。勢いが足りないぞ。これ向こうまで吹っ飛べるかな。さあ、ここまでやってきました。行くぞ、ハギワギ。覚悟するんだ。わー、全然無理だったダメだ。勢いない車だと、吹っ飛べないね。じゃ、こっちの大型の車。これはどうだ？さあ、行くぞ。これもちょっと勢いが足りなさそうだな。よしよし、バスでやっていきましょう。バスなら、あ、まあ、スピードは出るね。さあ、これはいけるんじゃないか？よし、バスの力で、ハギーワギーを、粉みじんにしていこうね。行くぞ！よいしょー！おー、ちょっと砕けた！いいぞいいぞ！バスももうボロボロだ。おー！ちょっとこの辺削れてきた。さあ、じゃあ次はね、この車に、ちょっと爆弾を取り付けてみようかな。これくっつけるタイプの爆弾なんでね。さあ、これで突撃してみよう。さあ、どうなるかな、爆弾の威力。めちゃくちゃ危険な車が完成しちゃったね。さあ、行くぞ、ハギワギー。おー、あ、この車結構速いね。よいしょー。おー、砕けたー。顔取れたー。やったー。爆弾の威力すごいなー。よし、完全に上半身はなくなったね。残りは下半身。爆弾作戦いいかもしんないね、これ。じゃあここにね、つけて。よし、これで行ってみるか。じゃあ今度この位置から突撃してみよう。行くぞ、ハギハギ。よいしょー。オッケー。片足破壊できたんじゃないか。よし、もう少しだ。破壊活動って楽しいな。じゃ、この車の後ろの方を、一回ちょっとこれをね、外して、OK。で、この中に、くっつけるタイプの爆弾を詰め込む。これもまた最強の危険な車が完成したんじゃないか？恐ろしいな。よーし、ハギワギにこれ届けるか。それじゃあ行くよ。ハギワギさん、お届け物でーす。よいしょー。おー、とんでもない威力消し飛んだ。オッケー、完全に破壊することに成功しました。なに？まだ残りカスがあるね。最後はスナイパーで。よいしょ。ほい。ここ。なに？なにこれ？これだけ取れないぞ。固定されてる。TNT で任してみよう。よーし。なにー？なんだこれ？ハギーワギーの本体。硬すぎる。このー。やばいわ。PUP 大きすぎた。さすがにこれでもダメか。ハギーワギーの謎の部分硬すぎた。このー、よいしょー。オッケー。粉々にするのって癖になるな。さあ行くぞー。よいしょー。
ということで、今回はハギワギを壊すことに成功しました。いや、綺麗になったね。化け物のいない平和な世界が作れてよかった。今回はハギワギの負け、君の勝ち。ビエン。わあ、負けちゃったな。こうなったら僕のおじいちゃんを呼ぼう。おじいちゃん。俺はデモコルゴン。よくもハギワギをやったな。高評価がたくさんあったらデモコルゴンでやっていこうと思います。それではじゃあね。